そして忍耐を求めなさい、信仰を求めなさい、神様を求めなさい。その中に聖霊様を求めて、聖霊様の中に内側から働いてくる、この内側から働いてくる神様の力によって、私たちはそれらのものを確実に実らせていくことができるんです。あなたの根は正しい根になっていく。私たちの根は、根を下ろしている、そのしっかりとした根は悪い木ではなくて良い木になっていくんですよ。そして12節の信仰の戦いを勇敢に戦い、これ直訳しますと、信仰の良き戦いを戦い続けなさいっていうことになってるらしいんです。ギリシャ語のできる先生に、聞きましたところ、私も得たことなんですが、信仰の良き戦いですよ。信仰の良き戦いを戦い続けなさいという信仰系なんですよ。続けるんですよ。天の御国に行くまで、帰るまで、裸で出てきて裸で帰るってありますよね。その人生を私たちは戦い続けんでいかなければいけないっていうことが書いてあるんです。信仰の良き戦いって何ですか？悲しいけど皆さんね、誘惑とかサタンとか、そういうものに対して戦っていくんでしょ。でも神様に対して戦っていく人がいっぱいいるんですよ。わかりますか？それは不従順というものです。神様はこう言ってますよ。私たちはどこに基本を、基準を置くんですか？聖書は何を書いているんですかということを、私たちはそこに重点を置いて、そこに従っていくことに、喜びを感じていくのが信仰者なんですが、残念なことにここに戦いを置いている人がいる。ここに戦うんじゃないんです。敵するもの、私たちを不従順に導くその誘惑とか、サタンの誘惑に対して私たちは戦っていくんですよ。神様のその命令に従っていくことは戦いではないんですよ。それは喜びなんですよと私は言い